はいどうも皆さんこんばんは。6月30日土曜日、本日は気候の四街道店から生放送です。四街道ベリーマッチ、よろしくお願いします。お願いします。いや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 、こう今日はね、なんかほらこうポスターが大きすぎて、結構ね今日遠目から撮ってるんですけれども、そうなんですよ。もうめちゃめちゃこう立派なね、やつでね、7月2日最速って書いてありますけども、まあこの辺はね、ボリュームがすごいですね。ボリュームすごいです ね、 はい、ということでコメントもねちょっと読んでいきますね。あちゃ四街道店の皆さんこんばんは。こんばんは。やっとさんさすがです。私服姿ツイッターでって言ってたのに、まさか全世界生放送で露出するやばすごいじゃん。やる気ないね。そうかそうか、いやだから恥ずかしいから座ってるんだ、横目にね。なるほどね、そういうところだね。はいはいはい。フランスとアルゼンチンどっち応援してますか？あフランス。はい、なるほど。富士山の信頼四つ街道店のヨン様、チェジュー様、2人が打つんですね。あー、そうなんですよ、よくご存じ。お前らサッカーハーフタイムやから見に来たぞと。ありがとうございます。はい、じゃあ先に告知だけ行っちゃいましょうか。はい、はい、お願いします。今日は誰がやってくれるんですか？とやばい変身。はい、それ仮面ライダーじゃない？うわー超ダサいわ、はい、だから練習しとけって言ったのに。はい、まえちゃんです。はい、こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、気を取り直してですね、はい、行きましょう。はい、ご案内をさせていただきます。はい、はい、関東気候なグループ、はい、46店舗合計計30、合計378台はい、378台導入と。導入決まってるんですね、はい、ウルトラセブン、はいはい、パチンコウルトラセブン2、はいはい、入ります。当店気候内四街道店ではですね、7月2日の最速導入お、はい、となっており、10時オープンとなっております。はいはい、うん、合わせましてウルトラセブン2だけではありませんよ。はいはい、はい、何でしょう。大海物語4のブラックですね。はいはい、遊びやすいライトスペック199分の1、はい、5台あります、はいはい、同時導入では、うん、CR 綱取り物語と CR 犬夜叉ですね、はい、犬夜叉ですね、はい、導入となります、うん、はい、はい、こちらも大丈夫、こちらも大丈夫、でもすごくないですか、378台で、ね、いやすごいすごい、だからもうなかなかの台数ですよ。気候なグループとしても結構な台数入りますので、本気ですよ、まあね、あの関東気候なで378台入りますんでね、はい、あのぜひお近くの気候なで、ぜひぜひ、四つ街道近い人はぜひ四つ街道で、ね、絶対に来てください、遊びに来ていただきたいと。お願いします。ちなみに四つ街道って何台入るとかは15台入れます。はい、15台大量導入でございますので、はい、ぜひ四街道店に遊びに来てね。お願いします。もう、宇宙最速導入です。宇宙最速、どこよりも早く。そう、宇宙最速導入になっておりますので。しかもこれ、はい、7月2日はプレミア先行導入ですからね。そうですね。本当に一番早い、はい、早く打てるのは、気候の四街道店ということになりますので。普通は翌週ですよ。そうですよ。普通は8日、はい、翌週のね、1週間後の8日ですけど、うん、うちは1週間早く入りますから、はい、7月頭から打てますので、はい、ぜひご来店の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、なんかね、まえちゃんが出てきた途端ね、あの、てん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 ってねコメントがね、てん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 がいっぱいあるんだね。はい、ということで今日はね、前回の罰ゲームということで、やっとさんが私服で登場ということで、前出たら前出たら、この辺ね、あのツイッターの方でね、何がいいかなっていうのでね、いいアンケート、いや出ないよ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 、せっかくだから、ほらほらほら、普通しかもあの、うん、初めてじゃないから。あ、そうなの。ニコラマで出てて、ね、でも本当はフリフリ持ってんすよ。あ、持ってんすか。お出かけ用のフリフリでもほら、あのね、靴とかも赤くてちょっとほらおしゃれな感じよね。もっとね、なんかピンクとか黄色とかオレンジ、フリフリ持ってんすあ、そうなの。じゃあね、今度の罰ゲームだよね、そういうのもね。あまり女子力を出すとね、うん、やっぱりまあまあね、はい、そうね、まあね、ニコ生だしね。そう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 、はい、といったところで、本日の、志田騎士の方は、CR 冬のソナタリメンバーということで、まあまあおなじみですね。ですね。冬のソナタシリーズの最新作となっておりますので、こちらを3人で打って大当たり目指してやっていきたいと思いますので、いいですか、準備は。はい、できてますか、準備できてる、みんな大丈夫、ウルトラマン風に、はい、できるこれ、はい、ということで早速遊戯の方に移っていきたいと思いますね。本日も1回よろしくお願いします。せーの、はい、ということで今日は冬のソナタリメンバーでございます。はい、じゃあ誰でもいいのでちょっとスペック説明していただいてもよろしいですか。はい、スペック説明をいたします。はい、はい、この冬のソナタですね、リメンバー、はい、はい、各変ループタイプでございます、はいはい、
まずは大当たり確率、はいはい、こちらが315分の1、はいはい、各辺中の大当たり確率、はい、これが 39.8 分の1、はい、各辺突入率が 62%、 継続も 62% でございますね、はいはい、で、出玉があり、出玉ありの大当たりは全て16ラウンドと、はいはい、1箱出てきますね。なるほど、なるほど、はい、いう感じのダイソーになっておりますんでね、まあ、オーソドックスの格変タイプと、覚えていただければいいかなという感じですね。はい、はい、ということでコメントね、すいません、たくさん来てるんで読んでいきたいと思います。お願いします。はい、嫁さんの魅惑の色っぽさが、やっとさんね、やっとさんの魅惑の色っぽさが見れると聞いてるかね、いらっしゃい、はい、こんばんは、岡山から見てます、久しぶりの生放送です。ありがとうございます。お二人楽しみにしてます。こんばんは。前田お前滑っとるやんか、おい肩ださって、最近ツイッターで、激アツの前ちゃんじゃないかってね、ありがとうございます。見ていただいてますね、ありがとうございます。この熱苦しいのにまさかの前田かよ。関東気候なんて46店舗もあったんですね。そうなんですよ、いっぱいありますよ。ねえねえ、その人ラリってますかって、前ちゃんか。前田くん 今までありがとうございました。ウルトラセブン強楽が主導イベント全国でやってた。あ、そうなんだね。こんばんは、今危ないお兄さんがいた気がしたって、前ちゃんね。やっとさん写真見たけど、前ちゃんの肩に肘を置いて圧力かけてましたよね。いや圧力じゃないよ、仲いいんですよね。仲いいんですよ。ウルトラセブン楽しみすぎるってね。本当ね、僕も楽しみですね。前田くん寺で、座禅修行でもしてきなさい。でも放送ではまた石崎が先に打つんですよね。と、あ、どうでしょうね、他から入るのかな、石崎はね、ちょっと分かんないんで行ってみてですね。入りますね、入るということで、じゃあやりますね。あれ、そういう服装の人、座銀にいますよね。あ、やっとさんみたいなね。おる、そんな人。関東気候内1店舗あたり平均8台セブン2が入るとは、大量導入です ね、 ね。そうですね。やっとさん、白状しなさい。変顔と私服が半々で争ってたけど、絶対個人アカウントで私服に投票したんですよ。そんなせこいことしない、そんなことない。でも、1票差じゃないですからね。あ、まあ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 、何票か多かったですね。はい、あっちゃん、やっとさん、四日堂店の皆さん、こんばんは。から見てます。あ、静岡からありがとうございます。マー君だね、マー君。サッカツの山木店長、ヤットさんは日本代表パツマーシー、あー感想、あれか、最後のですか。あれどうですか、ね、すごい賛否両論ですけど、そういやね、結論から言うとありですよ。あり、あれ、な、結局15年前ぐらいも、はい、ちょっと話題少し変わりますけど、なんかこう、うん、ファールをもらってないのに倒れる選手が、ね、南米とか多くて、はい、で日本は基本そういうのはなかったんですけど、うん、まあ、そういう南米の人を見て、はい、ずるいって見るか、うん、それかうまいしたたかって思うかが、うん、日本と世界の差だっていうところだったんですけど、だからまあ15年後ね、こういったことまた出てきて、うん、そんなヨーロッパも南米もやってますから ね、まあ、ね、2位通過意図的にするとか、うん、だからもうあれもしたたかなんですよ。最初からルールですから。そうですね。じゃあ天井的にはまあまあ問題ないと。そう、ね、サッカーがっつりやってるとね、うん、あれはありに見えますね。なるんだね。なるほど。ちょっとフレッシュの方のコメントいきまーす。7月ですね、月始めだからやっと携帯の速度制限が解放される。おめでとうございます。月始めってなんか気合が入ったり楽しみにしてるイベントとかあったりしますか。いやいや、ウルトラセブン、ああそうですね、入りますね。もうなんといっても、うん、まあ、今月本当に注目の一台ですか ね、 うすね、うん、東京駅で店長を指さした時の服装ですか。あ、違う、あ、これじゃない。新本木は10連の前ちゃんだっけ。こんばんは。あ、こんばんは。強楽に脅されたんですね、わかります。そういうわけじゃないと思いますよ。私服で僕の一部が、漏れますかな。店長、キコーナは日曜日に仕事関係や他店舗との会議ってするんですか。日曜は基本的にお店にいますね。ああ、お店にいる。平日ですね、はい、会議とか行くのは、うんうん、なるほど。真面目に仕事しているまえちゃんにビビリ棒でいたずらするブラックなお店は四日堂店で会ってますか。あれね、うん、僕がその場で思いついて、うん、なんか暇だとかやっちゃったっていう。いや、本当あれ、本当あれびっくりするから。あれね、めっちゃ面白かったんですよ。シンフォギアの曲を作ってるあげまつさんがシンフォギアのパッチを売ってプレミア演出出してテクスター、ミックからのメールがレインボーです。大木町のモスさんが、おスイッチで当ててたけど、格変の継続があまり見れてないので10連ぐらいお願いします。お任せを、頑張って当ててほしいですね、今日はね。毎回当てますからね。そうですね、
皆さんこんばんは、秋田から見てます。こんばんは。今月、あ、じゃあ来月から仕事のところでニコ生見れないので録画で見ます。お願いします。まえちゃん冬装な最高に似合う男だぜ。まあまあまあ、そうですね。そうなっちゃいましたね。嘘を言えないまえちゃんの質問、片田の私服は何点ですか？何点中ですか？別に何点でもいいんじゃないの。まあ100点中、うん、そうですね、うん、3000万点ぐらいですか。あ、じゃあもうめっちゃ好みな私服、ね、こういう感じが好き。あんま好きじゃないですね。どっちだよ、どっちだよ。え、まえちゃんはどういう服着てほしいの、彼女とかに。服は、まえちゃんは制服着てほしくないですね。服は着てほしくない。外歩けねえじゃねえか、それじゃあ。じゃあ別にないの、こういうスカートがいいとか、なんかほら、あるじゃん。あ、あの、じゃあ言っていいですか。うん、いいよ。あの、スキニーがいいですね。スキニー、あ、はい、ピチッとしたタイプのね、はい、服が好きだと。そうですね、はい、なるほどね。ウルトラセブン初日から打ち込む予定です。正直してくいと思うと。冬ソナ法則性を覚えれば変わった楽しみ方ができると。あ、そうですね。あのパス回しルールにのっとってやってるんだから、何の問題があるのって話だよね。本当それ。正直ベルギー戦は勝てる気がする。あのね、僕イングランドよりベルギーで良かったなと思ってるんですよ。でイングランドよりベルギーの方が強いと思うんですけど、はい、3位ですよ、FIFA ランク。そうだけどね、相性がイングランドのがなんかこう、うん、フィジカルで戦うと不利だなーって。なんかベルギーはもっとポゼッションで来るんで、なるほど、なるほど。まあどっちも強敵だけど、ベルギーの方が良かったな。まだ勝算あるかなって個人的なね。あ、なるほど。どっちにしても、うん、もうどっちも強いです。まあそうですね。あれ、ヤットさん、確か放送で日本はグループリーグ敗退って予想してたよね。あ、これ罰ゲームだ、これ。いやいや、ちょっと待ってよ。これ罰ゲームだわ。ヤットさんのその私服、何玉交換でいただけるんですか？ただであげるよ。あら、あ、ヤットさん大チャンス。はい、来ましたね。なんで大チャンスなの？いや、なんか、変わんなや。ところで山口店長、ワールドカップやってるけど、サッカーは何人でやるんだい？サッカー11人。まえちゃん、片田の私服めっちゃ煽ってるやん、わらわら。誰か一人シンプルモードに変えてもらえませんか？変えてるよ、変えてる変えてる変えてる。あ、変えてる。僕もでした。はい、大丈夫です。そうです。じゃあ、ヤットさんとまえちゃんはシンプルモード。はい、うん、で、店長は、何モードでしたっけ？エンジョイモード。はい。秋田の人、中の指示放送は見れるのかい？ああ、そっかそっか、仕事で見れないっていうからね。これダメだ、ね、これ。日曜日お店にいることが多いなら、土曜の放送も店長出やすいですね。と、他店舗だと、ね、翌日の会議とかで出れない店長もいたりするからね。まあまあまあね、会議はあったりしますよ。ダメ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 。店長、難しい説明はわからないので、もっと噛み砕いて説明してください。これサッカーじゃない？サッカー、うん、サッカー、どこの説明ですか？だからベルギーとその、イングランドは、はい、横からこうセンタリングをよく上げるんですよ。ポーンって中に、はいはいはい、で高さ勝負とか、うん、体がぶつかると、うん、日本のがやっぱ不利なんですよね。あ、向こうの方がガタイがいい選手が多い。でベルギーはもっとなんかこうパスをねいっぱいつなぐんですよ。裏にもパス出してますけど、うん、細かいパスをいっぱいつなぐのが上手い人はね、そうやってなんかこう、うん、おしゃれなプレーをするんですけど、うん、なるほどなるほど。そういう方がねまだ日本は可能性あるかなって。なるほどね。もう今日かな、ニュースで見てたら、ベルギーのディフェンスのそのラインがねうまく取れてないと、はいはいはい、ベルギーが。だそういうところでこう裏にパスを出していけば勝算あるよっていうのを言ってたんで、ね、だからその辺はねちょっと見たいですね、いいところね。でもベルギー本当強いんですよ。まあまあ、もちろん強いですよ。グループ1位で ね通過してますし、今世界でランキング3位ですから。そうまあね、なんか一矢報いちゃう欲しいですよね。ね、あ、冬空と同じくウルトラセブンも学園中は昔の演出は選べるのが嬉しいと。はいはいはい。あ、なるほどね。名前は13年ぶりですからね。そうですね、本当に470分の1とかね、はい、あ、店長タイマー来ました。来た、うん。名前忘れたけど、ベルギーの191センチのフォワードを抑えられたらいける。ルカク、うん。俺はイングランドと戦って香川にリベンジしてもらいたいけどな。あ、店長ギジさんですね。なんか当たりそう、はい、ポラリスは赤く光ってます。そんな簡単には当たりませんよ。まあでも軍予告とか金ゼリフとかもう外れますからね、強弱なんでね、うん。さあ保留は緑ですね。
俺はいい、自分だ、山木店長に質問です。ベルギーと戦ったイングランドが無気力試合だとか言われてるけど、そこにいる無気力プロのあっちゃんよりは可愛いもんですよ。いやいやいや、じゃあ結局あれ1位で、うん、あの抜けると日本と最初当たりますけど、その時ブラジルが待ってるんですよ。ああ、その次ですね。だから、はいはい、うん、あの2位で通過しちゃった方が、うん、スウェーデンとかスイスとかも結局強いは強いですけど、はい、まあ、計算ですよね。なるほど、だからその辺も世界は考えてるってことですよね。ああ、なるほどなるほど。CR 冬の前田は入ってますか？あのね、導入予定はあるんですけどなかなかね、半径の許可が下りないんですよね。あ、前田のね、許可が下りない。そうなんです。さあ、店長はどうでしょう。あ、まあまあまあ、ミドカットいいんだけど。え、何言ってんか分かんない。カットインが緑だったから。そうそうそう、あれちょっと弱いねって。ウユソナマスターの聞いてくださいな。ああ、マヘちゃんはすごいね。ウユソナも結構打ってるんだ。絶対打てないでしょ。まあ、まあ、好きですよ、ウユソナ。好きなんだ。めちゃくちゃ。あの法則もまあね。うん。うんうん、あるんだ。じゃあ言って、法則教えてきたら。これこうだって、こうだってもらって。じゃあ来たら言います。はい。はい、今時の疑似さんなんて、てんてんてんて。まあね、弱いよね。あと覚えてる、昔、格闘の時バトル中、キック。キック法則とかあったじゃん、あの演出を味わえるの。キック法則全然覚えてない、ところで僕ここ3日間胃腸炎で苦しんでるんですが、なんかいい治し方ご存知だったりしますか？胃腸炎ってほんと辛いっすよね。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ辛い。苦しいんですか？胃が痛い。胃も痛いし、吐き気もするし、熱も出るし。じゃあ僕もいいですか？はい、僕もいいですか？はい、はい、薬を飲んでくださいまんまじゃないか。薬は多分飲んでると思うよ、すでに。あ、そうですか、うん、他にはなんかほら、胃腸炎に効く何か。胃腸炎に効く、うん、まあポカリを飲むとかポカリ本当に大丈夫？水分補給ですね。あ、水分補給。前田早く当てろよ。そうですね、よし、山脇ジャパンも打ってるふりしてトーク回しで時間を稼いでいこううまいラブトーン1枚だねこれね、まあ、当たってないからね、野球の WBC でも勝敗一緒で、得失点で決まることあるし、消化試合も仕方ない。そうですね、うん、前ちゃんはヤトさんの宿どう思いますか？また、うん、今日それだよ。まあキュートですよね。キュートね、はい。この間ようやく確認入ったのに、入って1回転目に通常引いて泣けた。あららら、うん、まあでもあるあるだよね、パチンコはね。このあ、これだ。じゃあバトル中にポインターが通れば熱いのか。ポインター、ポインターって何でしたっけ？なんだっけ、これウルトラマンかなですね、うん。山脇店長、分かってくれてありがとう。前田てめえ薬はもらって飲んどるわ四つ階段放送は最初に当てた人は単発で終わる法則あるかな。あー、確かにそれはあるわ。僕、ポカリはどうかなと、うん。ベルギー戦はやはり120分間パス回して PK 戦に持ち込めればワンチャン。あ、それあるかも確かに一番手堅い。90分、90分間と延長ですかね。あ、延長ね。ポイントは相当厚いらしいです。今回なんかちょっと罰ゲーム的なの決めてないんですけど、どうしよう。なんかやりましょう。なんかせっかく3人でやってるんで、なんか勝負してくださいよ、うん。何する？ああ、それはまた。じゃあ罰ゲームは決めてもらいましょう。アンケートか。罰ゲームはじゃあツイッターのアンケートで決める。そうですね、コメントに書いてもらいましょう。じゃあ負ける人1人選ぶ感じにします。そうしましょう。じゃあ早掛けにしましょうか。出玉。そう、まだ1回も誰も当たってないです当てる気満々だから そこでいいんですか？出玉でいいんですか？出玉。じゃあ出玉対決ということで、これ、ね、まえちゃんが罰ゲームになったらすんごいコメントくそうしかもすげえハードル高い罰ゲーム。じゃあ本日は3人での出玉対決ということでね、はい。この台へそついてどんな仕様なんですか？はい、へそに落ちてもですね、はい、まあ、右打ち中も左打ちも、まあ、うん、各辺のラウンド比率に、まあ、多少差はあるんですが、うん、まあ、必ず16ラウンド分の出玉は発生できます、うん。まあ、だからその、はい、骨格の割合が、そうですね、へそ入所時と、右打ちの、右打ちがあの電柱入所時で、若干違う。10%ちょっと違いますけど、うん、そこだけですね、はい、差は。そうですね、面白く答えを言った前ちゃんはレッドカード。
ポイントはウルトラ警備隊が乗る、専用の車の名前。ありがとうございます。 あれか、じゃあギガマックス一気食いだろう。あ、ギガマックス一気食い、ペヤング。あ、やっとさんはちょっと無理だよ。じゃあもしもやっとさんが負けたら、じゃあ僕がやっとさんと2人で食べますね。じゃあそれ動画撮らせてください。いいですよ、ツイッターに載せるから。それが僕がベロ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 舐めたあの箸を使って、やっとさんにも食べてもらう。そういうルールでいきましょうね。うん、じゃあ今日はじゃあね、それでもそれが1個、ペヤングのギガマックス食べるをアンケートに1個入れましょうね。罰ゲームはあっちゃんがからしを食べる。いや俺が罰ゲーム食らったのね。この罰ゲーム方式いいね。ツイートアンケートで後日実行。うん、いいと思う。いいね、こんばんは。こんばんは。ビリビリ棒を触る。あ、全然触れるよ。ツイッターに動画で一発ギャグ。なるほど、確かにあり。おい圧力ハラスメントやろ。違う、これは罰ゲームだから、ね。そういうんじゃないんだね。まえちゃん罰ゲームは髪型2ブロック。あ、いいですね、2ブロック。はい、まえちゃんどうせ2ブロックしようと思ってる。この前悩んでたじゃん。ね、パス回しって聞くと、キャップツバの鳥かごを思い出す。ちっちゃい頃のね、小学生時代ありましたよね。なるほど。今日もね、本当に店長はね、キャプテン翼やりたかったんですよね。そう、やりたかったんですよ。ただね、ちょっと島的にね、離れすぎちゃってたんでね。そうなんですよ。ヤトさん羨ましい、シャンシャンと関節キスって全国から嫉妬されますよ。そう、マジで。45分くらいに誰も当てられないなら誰かアマに移動しましょう。いじり岡田さん来たーということね。やっぱりね、そういうの大事ですよね。さあ、もう25分経ちますからね、皆さん頑張ってくださいよ。ちなみに四街道店は冬ソナは何台ですか？3台です、はい、ありますのでね、ぜひ遊びに来てくださいね、冬ソナ使い方もお願いします。うん、サッカー全然関係ないんだけど、昨日の放送でクレヨンしんちゃんの声優さんが最後だったと。あー、うん、らしいですね、なんかニュースになってた。うん、誰も当たらんからアルゼンチン負けとるやないか。ほら、やっぱりフランスだ。まえちゃん、せっかくなら髪型はトリプルブロックにしてください。どうやんの、どうやんの。なんだそれ、三段落ちみたいな。やってあげるよ。うん、景品のカップ麺を営業中に食べる。出た。これはね、ダメだよ。お店をいなくなることだし。頑張ろう、頑張ろう。全員当たったら、うん、出玉。あ、出玉か。そう。あ、じゃあ全員当たったら、圧力さんの前髪切らせてください。ね、前髪切らせて、ね、来週の生放送中に前髪切る。うん、あー、いいですよ。そう、来週もありますから。そうそう、四つ替えと放送ね。そうそう、来週もあるんです。来週も、まあ、まあ、だから今週もあって来週もありますんで、ぜひ皆さんお間違いないようにね、はい、来週の放送見ていただければと思いますね。前髪切らして、いやー、いいですよ。圧力さん前髪長いじゃないですか。あ、長いですね、伸びてきましたね。じゃあ全員当たったら僕の前髪を公開で切れると。はい、気合入れてけよ。絶対パッツンって切られるんだろうな、マジで。面白い。面白おかしくパッツンって切られるんだろうな。おい、3人とも当てるんだぞ。圧力の前髪2センチにしよう。前髪いいよ、バリカンでも OK だよって。バリカンはきつくない？ちょっとね。お、たまに来る四つ街道2週連続嬉しすぎるとか、ね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは冬ソナ座れた女性のお客様も多そうだけど、いや最近ね、ちょっとうちに行けてなくてですね、もうちょっとしたら行けるかな。うん、ギガマックスは飽きてくるから、味変的にわさびからしタバスコ七味をかけるといい。ああ、なるほど ね。あれどんぐらい大きいんですか。やばい、ケヤング何個、3個分4個。4個、重いっすよ。だから4個はすごいな。でやっぱ食っても減らないってみんな言いますね。食っても食っても減ってる気がしないっていう。それのもう一個ちっちゃいのって2個分のやつですか。2個分です。大盛りが2個分、ね、あれはいけるけど4個はきついな。いやー、4個きついっすよ。いけそう、いけそう。え、いけそう。やっとさん、うん、本当に、うん、4個はすごいでしょう。むしろちょっとそれやってほしいけどね。本当お腹を空かせて食べれるかどうかっていうのもね。そういえば早いもので月日が変わって、今年も折り返しですね。いや、本当ですね、早い、うん、もう7月ですね。まえちゃん、喋ったらええやん、うん、何なんその指差し。まえちゃん、どうしたの。あ、赤、喋らせてやれよ。うん、
まいちゃんどうした？いや、なんでもないです。大丈夫？はい、アトロコ国四街道の皆さん、こんばんは。こんばんは。マイアミならぬ四街道の奇跡頼むぜと、あ、全員あたりですね。お任せを。頑張る頑張る。すいません、そろそろヨーモニーが聞きたいんですが。本当そうですよね。まいちゃんどうしたの？はい、いい感じ。来ました。あ、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 ヤトさんもポラリスに行くね。同じリーチやん。これってさ、前熱くなかったっけ、前のやつ。あ、熱かった、それ熱かったやんな。うぜえな。また来たいわ。山木店長、チュッチュッえチュッチュって来てますよ。ありがとうございます、そういう意味か。あ、フランスまた入れた。ヤトさん、今日の濡れ具合はどんな分、どんな塩梅ですか。全然乾いてるよ。まあ全然、もうこれからこれから。実は山木店長が負けて罰ゲーム見たい気持ちが少しある。残念ながら僕ね、絶対当てちゃうんですよ。今日、うん、今日も当てる。マイちゃん、頑張ろうぜ。いやー、当ててほしいね。これここで2人同時に当たったりね。外れるんですよ、これ多分きっと外れるんですよ。ほら外れた。ヤトさんはどうでしょう。まあ、ちょっと、おー、当たりました。ヤトさん、おめでとうございます。確変じゃないでしょ、まだわかんない。いやいや、ちょっと待ってよ。さあ、ほらほらほら、あ、雪だるまで取るわ。あ、これ上こうなってんだ。ちょっと皆さん、あー、もうこの後のがいいかな。はい、ヤトさん、おめでとうございます。濡れたーということでね、もうゴール決めましたよ。早えな。はい、さすが。おー、しかも確変、おめでとうございます。見て見て、ピンフラ、ピンフラ、はい。もうこれで罰ゲームほぼないな。ちょっとね、上、もうほら、雪だるまのね、これが出てるんですよ。おめでとうございます。イエーイ、さすが。いやー、いいね、今日は。さすがだよ。ということで、このまま逃げ切れば今回はね、ヤトさんの罰ゲームが回避の可能性ありますからね。はい、びしょびしょタイムスタート。やっと、ヤトさん、主権な濡れたわ。ヤトさん、ヨーモニアルゼンチン、勝つために髪切り取ってかな。まえちゃん、前回うるさい言われたから反省してるんですか。いえ、してないですよ。まえちゃんいるの、ウケる。ヤトさん、ヤトさん意外と大食いなんですか。いや、そうでもないかも。今日皆さんが打ってる台の稼働はどうでしたか。冬空の稼働ってどうなんですか。もう絶好調。ここ最近すごい、やっぱ人気ありますよね。もうやばい、めちゃめちゃいい。ヤットさん、ゴールです。ゴール決めましたよ。はい、やばに、四街道店のお店の周りに大盛りのお店とかってあったりするんですか。あ、なんか中華料理あるよね。あ、なんかチンライっていう、はい、もう一回言って、もう一回、チンライ、もう一回言って。ごめんなさい、はいはい、チンライね、はいはい、うん、が、なんかめっちゃ量が多い。でもチンライってよく聞きますけどね。チェーン店ではないんでしょうけど、わかんないんですけど、ね、千葉とか茨城にはチンライ結構あります、ね。あ、そうなんですか。はい、メッシュかな、メッシュかな、悲しそう。ウルトラセブン導入の時は仕事人と同じ重い筐体だから皆さん気をつけてくださいね。ありがとうございます。チェーン店なんだ、チンライ。あ、そうなんだ。量多いですとこ。今来た、あれ、圧力が1軍の放送に出てるってことは今日は2軍の放送はお休みかな。1軍とか2軍とかないからね。7月の放送スケジュールは関西のまいまいさんが上げるのかな。そうですね、一応もう出てるんですけども、あれ、 LINE、あ、LINE 今日載ってたような気がする。 LINE アットの会員になってれば、キコナチャンネルの LINE アットだったらもう流れてますね。ただ関東に関しては変わってないので、いつも通りでございますね。はい、やばい、恋愛しよう。恋愛してちょっと、はい、うん。ということで、ここから確変状態ですね。確変中の大当たり確率を教えてもらってもよろしいですか。はい、確変中の大当たり確率が、はい、約40分の1との、40分の1、はい、なってます。まあ、じゃあ結構すぐ当たるかなって感じですね。そうですね。誰。まえちゃんはいつかビリビリ棒の仕返しをしたいと思いますよね。ね、そうですね、うん。誰だから。突覚引いとるわ、うん、突覚多分。あ、これそうやね、前と一緒なんやな、これ。あ、なんか覚えてる今の。突っかく突っかく、うん、あ、そっか、記憶をなくしちゃうんだよね、通常に落ちねえから。そうだ、ウルトラセブン上からガロみたいに顔が出るじゃん。四街道店だけ前ちゃんの顔に変えれませんか。 いや、ウルトラマンの顔、前ちゃん、
お、長い。ああ赤きたよ。忘れぬ恋。リーチだ。はい。あ、しかもそうだよ。やべやべやべ。いいよいいよ。やばいやばい。当たれば学園。当たれば学園。外れ。まさかホンダの？いやなんでもない。最近ホイコーローにハマってて中華料理のお店行くと頼んでます。美味しいよねホイコーロー。美味しいですね。さあやってさんは当たれば学園ですよ。やばいやばいやばい。当たるよ。うん。エアバイブ、おー、イエーイ、Eフラまで来ましたということで大当たり濃厚でございますね。さあ残り時間30分切りましたよ、頑張ってください。もうこれは舞ちゃんだな罰ゲーム。いやでもほらあれですよ、ゼロ玉の方が2人いたら2人とも罰ゲームですからね。いや僕当てますよ。大丈夫ですか？2人でなんかやってもらいますから、ね。はい、なるほどね。え、なんだってエアエアなんだってエアバイブ。舞ちゃん放送に出たかったの？出たがり？そうですね、もう舞ちゃんはね放送大好きですよ。大好きですね。舞ちゃん2枚目のレッドカード欲しいですか？いらないですよ。お城アルバムが熱い。あ、なんか熱い。お、なんか熱い。あ、待機してる。タイマー待機？待機。はい。店長ちょっとチャンスですね。まあ、10秒だからまだ短いかな。ヤットさんは、格園で2連チャン目。ここでグイのコツ来るとやだな。はい、店長は緑保留ですね。熱い。おら。来た来た来た。ヨンサマ君、ヨンサマ君。エンジョイモードだから。うん。よく来ます、軍用国は。まえちゃんの罰ゲームとか別に見たくないよ。なんか毎回やりそうだもんな。店長チャンスですよ。冬ソナ打つときは絶対カスタムで置きパチにしてると。そうですね。店長とまえちゃん当たらなかったら間を取ってアトロさんが罰ゲームでいい。全然全然僕は全員当たったって。全員当たったらっていう、ね、違う違う違う、そこは違う。というかヤットさん最初に当たったの。ういー、いけるぞこれ、いけるぞ。ハズレ、外れます外れます。ハズレだ。はい。前田は最近ナンパしたのか。あ、もう最近全然してないです。はい、うん、さあ店長はどうでしょうか。当たりそうやな。これは外れます。当たりそう。あー、マジか。復活もありますからね、ウィソナは。ないかな。長い。ない。ラップ越しにキスのキスだな、まえちゃんと店長。ああ、いいね、いいね。それはまあ全然ね、ラップ越しだったらね。いや、いらないっすよ、ラップなんて。気持ち悪いわ。ラップなんかいらない、そんなん必要ない、まえちゃん。そんなんいらないっすよ。いらないね。言うたからな、マジで。マジでやれよ。店長、早くバックヤードのボタンを押さないと。いや、ほんと。ね、そんなもんないから。パズル当たったこと一回もない。あ、そうなんだ。やばいな。生中ね。だから。生中。はい、中だけでいいんですか？ね、何を。何を言ってんの。フレンチキスだけでいいんですか？まえちゃん、何を望んでるの一体。何を欲してるんだよ。まえちゃん、罰ゲーム即興ラップ歌おう。ラップか。ベロチュー、わらわら。リーチ外した時の音楽がめっちゃ切ないよね。確かに。まえちゃん分かってるな、ディープやで。もちろん、うん、いやー、ユジンかわいいですね、手順ね。ユジン、うん、手順さんもね、最近結婚されたご様子で。そうね、結婚してんね。まえちゃんも手順はタイプなのね、やっぱり。そうですね、やっぱりね、うん、はい、うん、大好きですね。大好き。好きな芸能人は、はい、夏川由依さんとか。ああ、その綺麗なお姉さん。そうです ね、あとは、ね、あの麻生久美子さんとか。麻生久美子、女優のっすよ、うん、女優の麻生久美子さん、はいはい、吉田羊さんとか。ああ、はい、やっぱこう大人の女性が好きなんだね。そうですね、はね、はい。山口店長、いいこと考えた。なんですか？あっちゃんと選手交代をして責任を押し付ければいい。あー、それね。おかしいよ。ラスト5分だったら。選手交代とかおかしい。サッカーじゃないんだからさ。ラスト5分でこっち行きます、こっち。デートチャンスから。おかしい。お、デートチャンス。ヤットさん、また。もうね、ヤットさんはもうこれ罰ゲームないっすわ。デートチャンス結構激アツですよね、確かに、ね。もうだってこれで3回目は確定してるから、もう無理っす。デートチャンスで当たったら学園確定とか、なんかそんなありましたね。だって 3ですからね。まあそうですね。
これは外れますよ。でもデートしたい場所か。これは外れますよ、ね、僕は当たると思いますけど。まあ押して、まえちゃんは熟女が好き、恋愛マスターの前田に質問、はい、片田がこうすれば彼氏ができるよってアドバイスしてあげて。いいですか、じゃあいいよ。いいですか。いいよいいよ、教えて教えて。どうやったらできる。いややっぱこれ最後でもいいですか。何最後でもいいですか。あ、いいよ、エンディングでね、はい、エンディングでいいですか。はい、あんちゃんの後継者はいる。あんちゃんの後継者、あんちゃんの後継者いるんじゃないの。まえちゃんオープニング滑った分喋りで取り返してきてますね。これ外れます。これそうかな。はい、これ外れるんですよ。これね、当たったね。嘘つき、当たりました。ダメダメ、おめでとうございます。順調ですね。もう、うん、恋愛しまくってますわ今ね。大人の女性なら隣あたりにいませんか、まえちゃん。どこですか、どこですか。どこにいるんですか。わかりません、僕には全然わかりません。ベロチューよっしゃー、ビリビリ王で人格が壊れたか、まえちゃん。いやー面白いね、ほんとね。まえちゃんがへこんでる日とかあるの。ある、あるんだ。そういう日をちょっと見たいね。いやーね、これ事務所ですから、事務所。あー、そうね、事務所の中でちょっとへこんでたりするとこは。まえちゃん怒られたらすぐへこむ。そう。すぐシューンってなる。あ、そうなのね。松戸店は、ウルトラセブンを41台入れるらしいんですけど。あー、よくご存知で。宇宙最速先行導入のお店は何台入れるんですか。15台入れます。いいんですか、そこ負けてて。え、負けてていいいや、台数で負けててもね。ないよ、ね、試合ないよ、ね、試合ないよだよね。そう、試合はいいから4つ以上の方だと。そうそうそう、なるほどなるほど。というか片田は彼氏作ろうと思ったら作れる真の恋愛マスターやで。あ、そうそう、よくご存知で。ね、モテモテですからね、やっぱね。はい、モテモテですよ。これは来たな。え、来た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 。本当に激安来た。本当にこれ来た来た来た。あ、これ知ってるわ、喋るやつな。あー、真ん中ドックンドックンのやつか。はいはい、本当に熱いの。これは熱いっすね。ちょっとだけ、うんうん、煽りが来てたんで。まえちゃんチャンスね、行かなかったね。ダメじゃないか。全然ダメじゃないか。お前絶好調じゃねえか。まえちゃん最後まで引っ張るんだから、滑ったら罰ゲーム、バイバイバイチャンス。あーね、ちゃんと最後にね、どうしたらモテるかですか。やっぱモテるかじゃないわ。あの包茎手術したらじゃない。いいんだよ。うるせえよ。激アツ笑い。このようだな。まあ残り20分でーす。いやー、ちょっとまずいな。はい。まえちゃん嘘つきだ。ウケる。さあ、ヤトさんはこれで4連チャン目ですね。次の当たりが、これ卓演中の音楽良くないですか、冬空のこの。あー、わ、やばい、これはやばい。さあ、水柄やめて。あ、これはテンパイしても3で止まりますよ。本当に。これ3で止まる。おー、それが、まあ、それぐらいね、仕事もやってほしい。それぐらい仕事も理解してほしい。痛いとこ疲れたな。山木店長、加藤マネージャーみたく早く松戸店の田代に宣戦布告しましょう。いや、いつもしてますよ。陰でこっそり負けねえぞって、負けねえぞって。怒られてヘラヘラしてる男がいたらビンタですよ。あー、まえちゃんね。そうですね。あ、なんで分かったんや、エスパーか、まえちゃん。マスターなんで。あ、もう打ち込んでるから、はい、まあまあ分かると。脳内でいつも打ち込んでるんで、やっぱり脳内で、はい、それ立ち見じゃん。あ、ちょっと発展しましたね、やっぱ。ロキか、うん、あ、これはやばい。ちょっと弱そうですね。前ちゃん、山脇ジャパンから戦力外通告だな。残念、うん。僕、モノマネが結構、得意なんですよね。はい。
あの横須賀時代もね、あの、うん、見てた方もしかしたら知ってるかもしれないんですけど、うん、すごいモノマネが得意でして、はいはい、前置きが長いわ。披露させてもらいたいなと。お、何、じゃあちょっとや言ってからやる、それともやったやつを何か当ててもらう、どっちがいい。あ、あ、誰、あ、当たった。はい、4連目。ただちょっと単発、通常図柄ということで、この後の昇格抽選次第かな。似てないモノマネね、わら。さあ、格煙はどうかな。ピーフラしろ。ただまあ通常だったとしても時短100回転つきますからね、冬のソナタは。はい、ということで通常図柄の大当たり、おめでとうございます。はい、どうぞ。おめでとうございます。胸のサイズをさらっと小さいと暴露しているまえちゃんは罪深いで、まえちゃんどうすんの、モノマネは言ってからやる、それとも当ててもらう。ちょっと長い、うん、あ、言いたいです。言いたい。ちなみにあのカダラ主任のモノマネなんですけど。はい、ヤットさんのモノマネ、はい、はい、どうぞ。あ、カメラ、あ、カメラ向ける、顔マネなんで。顔マネ、顔マネなんで。ああ、じゃあ、はい、ちょっと見せよ、こっち見せよ、こっち向いてやってよ。ちょっと待って、もう、あっそう、まえちゃんの顔マネはいいや、うん、まえちゃんいいよ、よろしいですか。はい、かっこよくぐんぐんぐん、かっこよくかっこよくかっこよくよくわかんねえけど、それ今雪だるま軍来てるからね。軍予告来てましたね。それはもう大谷濃厚です認めてんだ、はい、俺前の放送の時違う店舗で雪だるま軍外れてんの見たよ。てかお店でよく見ますよ、うん、黙れーって、前田てめえ決めてるだろあ、絶対熱い。あ、店長ちょっと熱そうですね。雪だるま軍大谷濃厚ですよ。いやいやいや、そんなことないから。いや、その全力でまえちゃん訴えていいですよ。あ、ありがとうございます。そうします。例えば来週の四日の放送、山木店長が就任して10回目だよ、めでたいね。おお、ありがとうございます。外れた。え、本当に復活はないかな。マジか。ない。はい、ペヨンジュンがバイプッシュだってカットインがあれば激アツですめっちゃこぼすやん。さあ、今のところ当たってるのはヤットさんだけですからね、はい、ちょっと2人は頑張っていただきたい。あと何分ですか。まあ15分ぐらいですね。じゃあラスト10分でアトロクさん変わりますか。いや、変わんない変わんない変わんないよ。全然意味が分かんないんだけど、それで俺が負けるとか。いや、かっこええよ。あ、マジか。おー、復活すげえ続きますね、62% だからね。言っても、はい、パターンもあるんだ、うん、ということで、ヤットさん復活確認ですね。はい、じゃあ、前田、片田が怒った時のモノマネやってじゃあ、ちょっと またカメラいいですか、ちょっとお借りしてちょっと全力でやって。ちょっと待って、はい、ちょっと待ってね。いつもの全力。はい、オッケー、いいですか。いや、怒った時だよ。こらこら、マイカ、こら見えないし、よくわからへんこらって言わないでしょ。録画の方でね、ちょっと確認しておいていただければ。こらとか言ったことないしでも、まえちゃんはね、そういうイメージだってことですよね、怒られた時ね。まあ、一番怒られてるもんね確かに山内店長、まだ時間あるから頑張って。いや、頑張りたいんですけどね、僕なんかそっちに行かなきゃいけない使命感もあるあ、いや、全然ないですよもうこっちは僕だけで間に合ってますから、全然大丈夫ですよ、まあでも店長どうですか、ペヤング食べれそうですか。ペヤング4、ね、3個ぐらいだったらいけんなと思ったんですけど、はい、4個ね、まあ行きますよ。まえちゃん軽くバカにしてるんだろう笑わ軽くじゃない、基本的にバカにしてますからねこの人まえちゃんの顔真似、スクショしましたあ、やばいやばいやばいまえちゃん、そんなことしてる時間あるなら軍出してよ。そうですね、そろそろ。お、やばい、当たりました。これはやばい。これで6連目かな。でも全部、あ、1回だけ
あれか、突角があったから実質これで5箱ぐらい、ね、すごいな、はい、お願い。通常図柄で昇格できた台があるこのお店は松戸店ですか。いや、キコーナー四街道店ですよ。はい、そうです。あー、青図柄ですね。なんだよ、肩がかなり訴えていいレベルだから逆に見ない方がいいぜ。でも、ね、いつも YouTube でちゃんと見るんですよ。いや、そうなんですね、うん。あと昨日の夜に山手店長が当たりませんようにって、会社で祈ってたもんね。いやどんだけですか。四街道の新垣結衣がそんな顔するわけないじゃないか。ごもっとも。どんな顔かが分からへんけど。基本店長とお話ししたいときは土曜の夕方に行けば会えますか。あ、全然全然、いつでも行っていただければ、はい、裏で遊んでるんですぐ出てきますよ。はい、あ、まいちゃん外れた。はい、まあ、ぼちぼち、うん、そうっすね。何やっあのー、視聴者の皆さんからですね、はい、あのモノマネのリクエストとかあったらできますんで僕。ああ、はい、あ、じゃあ僕からいい？え？僕からリクエストしてもいい？マジですか。うん、じゃあ山脇店長のモノマネ。ああ、見たい。わかりました、じゃあやります。はい、はい、お願いします、はい。いや、あのまたカメラいいですか。カメラが必要なの。そんなに視聴者の皆さんにアピールしたいんですか。なるほど、はい、じゃあカメラちょっと準備、はい、ちょっと待ってください。はい、どうぞ。え、セリフは何言えばいいですか。それは自分で考えてよ。店長が言いそう、言ってる、いつも言われてるやつ。そうそうそう。さあ、山いつも言われてるやつですか。で、なおかつ放送ができるやつ、うん、放送。いいよ。ちょっと考え、セリフ考えさせて。いや長いよ長いよ、はい、長いよ。マイちゃん、すごく激しい。マイちゃん、うぜぇ。マイちゃん、うぜぇ。同じじゃねえかよ、さっきと。今、なんて言ったの。さっきと同じじゃないか、マイちゃん、今のは。何言ってんか、全然思わない。やっとさんのモノマネと、店長のモノマネが同じだったよ。同じ顔してんのもん、放送できないやつあんの。放送できないやつ、まえちゃん、待って待って待って、ない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 、当たった当たった当たった。あ、まずい。金セリフ金金、見た、皆さん見た、見たかな。見ましたか。見た、はい、マジか。来た、これは来た。熱そう。これは超激アツですね。疑似なし超激アツです。本当に逆にね、はい、そういう法則はないですけど、はい、はい。もう本格的に夏だけど、皆さん今年は海や花火大会行きますか。行きたい行きたいけどね。まいちゃんのモノマネ18番は何がありますか。モノマネ18番、何でもできるんです。で、全部が18番、はい、一番得意なのっすか。得意なの、ちょっと思いつかないっす。普通のまいちゃんじゃないか。おい、まいだって全部顔一緒じゃねえか、わら。まいちゃん、山脇店長のことを怪我すな。まいちゃん、今日カメラ3回も要求したけど、給料から天引きだよ。タイガージェットシーンのモノマネしてください。いやー、レスラーさんですよね、うん、ちょっと。店長って確か他方人から移籍してきたって。コーナーの放送慣れてきましたか。あ、でも全然慣れてますよ、うん、もう全然。お、ホラリス赤まで行きましたね。上の行きましたけど、ちょっとチャンスですよ。こんなんばっかですけどね、うん、嘘だろう。じゃあ残り10分です。金庫目外れんのこれ。マジで。まえちゃん、まえちゃんありがとう。さあ、コメント金ゼリフね、外れましたね。さあ、店長は一応8点。やっとさんは時短ですね。はい。はい。ドラえもんやって。僕に言っていいですか。まえちゃんがいないじゃん。え、これ声の真似も真似ですかね。声。うん、僕ドラえもん。だから一緒じゃないか。だからね、ドラえもんそんな声じゃないしね。まいちゃん、嫌いな店長のモノマネして。嫌いな店長、わかりました、うんうん。
セリフ何ですか。何でもいいよ、じゃ自分で考えるセリフ、あ、はい、わかりました、じゃあ自分で、はい、もう一回おこくよよよよ、何言ってもわかんないんだよ何なんか明日のジョーの丹下断平みたいな感じか見えない一緒わらわら、まえちゃん一番得意なものもない横須賀時代の中島店長のものまねだよねやってましたっけ僕それ、できんのできんのそれも、もう覚えてないっすよ中島店長、覚えてないの、いや覚えてますよ覚えてるんですけど顔真似するにあたって、俺は顔真似って言ってないよ物真似って言ってない顔真似じゃないよ、うん、まあまあそうですね、まえちゃんあかんなとか言うじゃん中島店長、あかんで、あかんでまえちゃん、そんなん言ってましたっけ、言うよキースキースキースあ、このままだとね、まえちゃんの店長のね店長も外れてたんすか、そう、当たんないんだよね、うん、いやもう制限時間が刻一刻と迫ってきてますよ、もうあっちゃん特徴捉えてる、いや僕もう中志はねもうほんとずっとニコラも始まった頃ぐらいからずっと知り合いというか、まあ知ってますけどね、7月1日四街道前田モノマネのフォルダーがを作りましたもうね、あのツイッターとかにもね、四街道店のツイッターにはまえちゃんよく出てきますんで、そうですね、その写真とかもね、あの画像をダウンロードしてね、ぜひフォルダーの方にね貯めていただければと思います。そのキスに圧力も混ぜて、いや3人は難しいよ僕はだからもう2人はもうそれで罰ゲームだから、もう僕はだからもうやっとさんとやるしかないんですよねおかしくないそれ、おかしいですかでもほら4人いるからやっぱこの数を合わせないというか、ね、マジか、うん、山脇店長ついに当たらない日が来るのかな、いやーね、うん、自分でもびっくりですよ、うん、野生爆弾の白塗りの顔真似、あ、それ面白い、あまえちゃんそれ面白いね、うん、できそうだけどね、そうっすね、うん、これはちょっと弱そう、弱い、あ、冬ソナって前作とかは四つ街道ではまだあったりするんですか、浜デジとかないっすね、ない、うん、あ、ポラリスが一応出てきました、はい、ほら、これ熱いやつやん、あ、それさっき当たったやつ、うん、だからなんていうんですか、熱くなさそうでも当たったりするんじゃないですかね、やっぱ冬ソナは、うん、変になんか煽られるよりかは、多分こういうシンプルなやつの方が、そうね、これ今リーチアップした時に、うん、例えば 今2番テンパイですけど、うん、赤ずからで変化するとさらに期待度アップ、そうですね、なのでこれは外れますうるせえよ全く関係ないけど、モリモリも巻き込もうぜ、罰ゲームだけさあどうでしょう、あ、そういえばもうヒットコブいないんだよね、あ、そうなんですよ、外れちゃいましたね、やっとさん抜けちゃう、抜けちゃう、うん、あと60回転ぐらい、今日ゼブラ出ました誰か、いや、まだ出てない、さあ残り5分でーす、あーマジか早いですよ、うん、まえちゃん、はい、こんなに好きなのになんで当たんないの、ちょっと愛が足りないですかね、愛が足りない、じゃあこの後僕の愛を見せましょう、うん、あの店長に罰ゲームやる気満々だよあ発展しそう、いやちょっと厳しい、マフラーが赤かっただけやから、あ
時短100回が宿題って消化早い方が好きですか、ゆったりの方が好きですか。いやどっちでもいいかな100回ついてればどっちか選べよあれ僕は早い方が好きかな。注して、え、もう一回言ってあーこけた。そうね、今のところもね、皆さんあの YouTube でね、音声抜き取ってねあの目覚まし時計とかにこうインプットさせればね目覚ましになりますからお前ら吸い付くレベルでキスするんやぞ、分かってる な, 面白いな。山口店長、当たりゼロだと日本代表負けちゃいますよ。なんか前もそんな話ありましたね。当てないと、まえちゃん、ダイソンレベルのキス頼むダイソンレベル、まいちゃん、はい、はい、ちょっとあの提案させてもらいたいんですけど、提案というかお願いなんですけど、はい、あの放送終わってちょっとマウスウォッシュだけさせてもらってあー全然、はい、でもあれだよ、どの罰ゲームをやるかはツイッターのアンケートで決まるから、あ、ツイッターで決めてからだって。そう、決めてからだから、次回とかだよ。今すぐしたかったんですけど望んでるのか、むしろそこを欲しがってるのか大船店とか一度でいいから放送見てみたいな。あれやってないですよね。やってないです。そういうのはぜひあの大船店に電話して、確かにニコ生やってもらえませんか、1回でいいんでとか言ってくれると、もしかしたら、ね、連絡があるかもしれませんのでね、直接多分お店に行っていただく方がいいと思いますね、うん。欲しがりまえちゃんわらわら時短は全部リングと同じぐらい早い方がいい、うん、リングめっちゃ早いですからね。めっちゃ早いね。2分もかかんないか、うん。まあ多分ヤットさんの時短が抜けるあたりで多分時間でしょう、もう時間ないですか。もうないですよ、あと2分と。アディショナルタイムはアディショナルタイム、アディショナルタイム欲しいですか。そうなんだ、欲しいですよ。2人で勝負してください、ね、やらなくても余裕、もうカッカグだからな、はい、うん。罰ゲーム決まりっしょ、まあ、今日上がったやつはチューとギガマックスのペヤング、うん、あと何でしたっけ。あとあれ野生爆弾、あ、野生爆弾白塗り、あと何かあったっけな。ちょっとっ僕は宙に1票入れておきますやりたいんだまあそんなもんかな、うん。まあでもまたねツイッターでなんかいろいろ罰ゲームな、ね、どんなのがいいですか。 そうそれだけじゃなくて、うん。まえちゃんキスの罰ゲームノリノリだけど、まさかそっちの人なんですかいや、なかなかこんなねイケメンな男性とチューする機会ないですから。なるほどなるほど、確かにない、はい、確かにない、うん、はい。スリーブロック、あ、スリーブロックもあったんだ。スリーブロックあったんだそれはないわ四日間の次回放送時にはベルギー戦の結果を分かってるって。そうですね、分かってね。四日間って、どうして放送するって決まったんだっていう、これはあれですね、前の外店長がね、やりましょうってことで決まりましたね。アカウント10個くらい作って投票するなよまえちゃんは可愛いおばあちゃんにも見えるから、山脇店長いけるやろ。いけないよ過去に男性とキスした経験とかないんですか。酔った勢いとか。そういう、あ、中学生の時の罰ゲームとかありますか。あ、まあね、でも男性結構ありますよね。店長ベロチューですよ。いや、それはないわさすがにそこはね、ないよね、うん、でもワンチャンあるかな。あ、まえちゃんは、あ、これだ、四つ街道をまた拾おうとすることあるかなと、直近だと溝の口が可能性あるんで、あ、溝の口は一応もう予定的に8月で決まってますね、はい。さあ、じゃあアディショナルタイム3分、はい、行きましょう3分で何ができるんやまあ、リーチ1回かかったら、ぐらいのね、感覚ですね。どうでしょうね。でもね、こうアディショナルタイムで追いついたみたいなのあるじゃないですか、実際。まあまあ確かに、ワールドカップとか。あ、え、突角引いてる、突角引いてますよ。
ほらマジかほら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 前だもう終わり終わり終わり前だノーカノーカアウトアウトノーカ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 ほら来たノーカノーカ店長とっかけ緊急アウト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 ほらアディショナルタイプだやっぱねこういうとこですよ店長持ってるところは持ってるね持ってる持ってるほら来ました3分あればね、うん、もう3分あれば仕事しますよ、今日はね出玉対決ですからもし3分過ぎて当たらなかったらゼロですけどねいや多分ねえちょっとあの突破中に入ってる本当ですかあでもちょっとタイトル来ましたよもう通常でもいいから当てるの、山脇店長分からんよもしかしたらまえちゃんきっかけで目覚めることもあるかもしれないいやない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 、山脇店長よくやったこれでまえちゃんとあっちゃんだった、うん、いや俺関係ないです、店長おめでとうございますキス見たいから当てないでいや当てますよ、うん、まえちゃんサウナ行くサウナ好きですよはい行きますロッカーの鍵とかどこにつけてますか、はい、僕足ですねそうなんですね、ありがとうございますキスの画像を上げてツイッターのアカウントがバンされないかな確かにねでももう店長が当たってしまってますからねそうあとは出玉を取る、取れればまえちゃんの罰ゲームが決まるとでも2ラウンド突っかくってちょっと最初開くんでああ、ちょっと払い出しはあるとはい、うん、そうそうそう、だからもう僕勝ち確勝ち確ですねよし、終わったあとはまえちゃんが当てるしかないじゃあ頑張ってうん。じゃあ店長が一回当たったら終わりにしましょうか。そうしましょう。西野ジャパン顔負けの奇跡見せるなんてさすがだわ。いやー僕がびっくりした。なんだかんだまえちゃん以外しっかり当てる人がいるお店はどこですか。キコーナ四街道店です。ありがとうございます。アディショナルタイムにはドラマがある。うん、いやー本当ですね。まえちゃんパス回し早いと。パス回し。ちょっときついかな。うんお、赤ずがらですね。ノーマルかな。お、発展した。な、な、な。ああ。でも緊急入院放送で見んの初かな。僕は。やってやりました。うん、なんか。トラックの音聞こえたから、マジでと思って。あ、ハートマークじゃなかった今、ボタンのところが当たるかな、うん、まえちゃんやってしまったな、サウナの鍵、そうだね、ちょっと弱いなんで足につけたらダメなん足につけたら、あのこっち系の、こっち系の人の合図みたいなそうなんや、うんあ山木店長これだよねもし負けてても最後まで諦めないで日本を応援しようそうですよ、うん、何が起こるかわからないそうそうフランスはプラティニー出てないけどスタメン落ちなんですか店長プラティニープラティニープラティニーってすごい昔の英雄ですよ今の代表にはいないってことですか、そうですそうです、やっとさーんはーいはい映ってますよあ、そういえばトーレスがあサガン鳥栖そううん、に入るんだそう、だからイニエスタとあれ、柿谷は柿谷はガンバ大阪行きでーす確定ほぼほぼ確定いやだからまだ確定じゃないでしょ、最後までわかんないからいやいや、もうほぼ確定ですよ、こうなったら手、事故りましたなーねえまえちゃんはいだんまり決め込んでるけど、大丈夫まえちゃん、そこで通常時だけ右打ちしたらそれパス回しだよそうです、フェルナンドはい、うん、元スペイン代表のイケメンですよあ、そうなんですかはい、フェルナンドトーレスもうおじさんですけどねでも、イケメン見た目いくらぐらいで来るんですかね7億って言ってました7億トーレス7億やばいななかなか店長当たりませんね当たんないですね、うん、やっぱ当たるとこ見たいっすねでも最近めっちゃ暑くなってきたじゃないですか。ああ、なんか梅雨はあっという間に終わっちゃいましたね。そうそう、関東はもう梅雨明けしたってことですよね、はい。これあれ、雨全然降ってないから野菜が高くなるんですか？ああ、そういうのあるんですか。なんか水不足とかは大丈夫なんですかね。ねえ。
まあ名前出たけどスタジアム埋めれるしな。名前だけでか。あベルナトーレス、ね、うん、まあ1回は見たいってなりますもんね、うん、店長今のこの決勝トーナメントに勝ち上がってきたチームの中で優勝予想は？あのねドイツが終わっちゃったんで、うん、はい、こうなるともう個人的願望も含めてブラジルに勝ってもらいたい。あ、なるほどなるほど。でもそうするとね日本は絶対日本は当たりますからね次勝ったらね、うんうん、あでも僕本当はスペインが一番好きですよ。あスペインが好き、うん、ヤットさんは？ロシアかな。ロシア、そうか、ホームか。7億かあっちゃんの年収よりちょっと高いくらいだね。そうだね今年は野菜の他にうなぎ高騰。なんでなんで取れないからじゃないですか。あそうなんですか。でうなぎってもともと高いですよね。うん、ちゃんとしたやつすごい高いですよね、うん、なんかうなぎの代わりになんかナマズを食べようみたいな。土壌じゃなくてナマズもなんか同じように美味しいみたいな、みたいななんか流れがあるっぽいですよ。こういうハマりガンツでハマってほしいよね。本当そう。うん。まえちゃん軍出た？まだ出てないです。まえちゃん黙ってるから声出なくなっちゃった。まえちゃんちょっとポシェット前にしてもらってもいいかな。はい。はい。まあガンツで思い出しましたけど、ウルトラセブンもね、こあたりダッシュついてるタイプからね。うんうん、もう店長当たりますね。当たりそうだね。ちょっと熱そう。しかも当たれば確変。学生の頃かこれ。なんかがあれじゃないですか。冬になったらこういう罰ゲームでいいんじゃないですか。これと同じシーンを撮る。難しすぎるわ。面白い。一週間雪だるま作ってみたいな。前田負け格なんで手を止めて。今日スーパー行ったらうなぎ1匹2500円だっけ。まあでもなんかうなぎ屋さん行って食べたらもう4000円とか5000円とかしますからね、うん、うなぎってね。さあ店長はどうでしょうか。当たれ。あ山木店長前回の黄門ちゃまといい最後に見せたよね。いや本当ですね、うん、退院なかなかしないですね。本当長い長期入院。まえちゃんがだんまりを決め込んでるからね。もう負け確ですからね。うなぎは産地偽装あったからかなり今回は厳しくなってる。リーチ。発展は？ああ発展はした。でもなんか格煙図柄でばっかりテンパってますよね。ね、本当そうですよね。うん、あまたね、さっきというのに。お。こんなこと言われたらどうするの？どうするの？山木店長2002年大会の時に。横浜に子供を連れて決勝見に行ったんだよって。日韓ワールドカップですかね、うん、これは当たっただろう。緑白アルバムじゃないと弱いと。あ、まえちゃん一応赤いね。ポラリスですよ、うん、さあどうでしょう。めっちゃ、あ、まえちゃん、これは激アツだね。白アルバム、これは激アツだね。あれアスロクさんの罰ゲームが見えました。イエーイ。まえちゃん、当たるかどうか分かんないですけどね。イエーイ、ね、当たりました、これは。いや、店長が当てないと。これ超激アツですね。本当に？はい、信頼度 30% ぐらいありますね。あら、違う方が白アルバムにということでね、いい時間になったんでやめましょうかじゃあね。アトロクさんの罰ゲームが近づいてる。時間も時間なんでね、もうそろそろね。2人が当たったらもう問題ない。まえ、うん、ちゃん熱いけどもう向こうやで。まえちゃんごめん、うざいです。
白アルバムの期待度は 60%。 当たりそうだねそれ。まあまあ超激アツですね、うん、さあ店長より先に当たってしまうのか舞ちゃん。いや僕はもう一回当ててます。あ当たった。当たりました。ありがとうございます。いや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 、これはね店長が当てるの遅すぎです。まえちゃん当たりました。これで一応ね全員当たりということで、ね、当たりました。はい。でも店長格変やったらまえちゃんの負けや。あ出玉的に。そう。言った通り白アルバム熱いでしょ。熱い。ね、熱いですね。えまえちゃんは単発？単発。うん。まあ、最後に復活あるかなぐらいですね。本当四つ回答はすごい。なんだかんだ今日も全員当たったね。ねすごいですね。しかもアマデジとかじゃないですか、ね、そうですね315分の1ですからね、うん、ポラリスで確かプレミアじゃないんですか。えそうなんや、そうなんですね、うん、入院費用どんだけ、まあね、でしょうね。だいぶ入院してますから。まいちゃん今から天理打って当たれば勝ち確率当たりましたね。アディショナルタイムで奇跡がね。本当に今日はそんな展開でしたね。でも店長もこれ当たりそうじゃないですか。ねえ、はい、なんかさっきからこんなばっかね。チューする、チューする。えチューするよ、チューする、チューするよ。山木店長通常で当たっちゃうかもしれない。チューするよ。あっちゃんのキスの相手はおにぎりですか。あ当たらない。なかなか来ないですね。オフサイドで無効です。まえちゃんかな。本当に学園中なんですか店長。ねえ、うん、うん、まあ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 、じゃあこの間にやっとさんあっち行って告知しときますか。そうしますか。ね。大丈夫？ちょっと1台カメラ動かしますね。おい。OK でーす。はい、はい、では、次回入れ替え、はい、7月2日、はい、四つ街道展は宇宙最速先行導入、はい、ウルトラマンセブン2、はい、15台大量導入いたします。はい、当たった、はい、おめでとうございます。当たった、おめでとうございます。タイミングがちょっと悪い。当たった。はい、ということでね、はい、宇宙、はいはい、宇宙最速、はい、大量導入15台入りますんで、はい、プラス近江ブラックの、はい、4、はい、新しいやつ5台購入、うん、はい、で、砂取り物語と犬夜叉も入りますと、はい、でまあ、ウルトラマンセブン2に関しましては関東気候なグループ、はい、46店舗合計台数が378台と、はい、超大量導入となっておりますので、はい、ぜひお近くの気候内遊びに来てください。はい、よろしくお願いいたします。打つの止めますか。はい、いや良かったですね。良かった、全員当たった。今日も全員当たりということでね。いや全員当たりましたよ。はい、やりました。いや、やっぱりねこう気持ちいいですよね、みんなで大当たり引いてね。そうですね、うん、次回は圧力さんの前髪前髪が前髪ね、前髪カットが断髪式、断髪式ね、髪。それまで僕は床屋に行けないってことですね。はい、はい、ね、まあでも来週だから大丈夫です、まあまあ、すぐです、すぐです、すぐですね、すぐです、はい、じゃあちょっと待ってください、カメラ切り替えます。はい、ということでお疲れ様でした。今日は冬のソナタリメンバー打ってきましたけれども、まあ、全員お当たりと、はい、ということで素晴らしい、ありがとうございます、展開的にね、はい、いうことで、7月2日に真相開店と、そうですね、はい、いうこともありますんでね、こちらです、ぜひ、まあ、今日から、まあ、日付変わってね7月1日ということで、7月入って最初の真相開店、はい、しかもね、ウルトラセブンが15台、はい、大量導入されますんでね、はい、本当他のとこより先に入れますからね。そうですね、だ打てる店多分どこ行っても打てるってわけじゃないので、普通は7月の8ですよ、はい、8日ですから、はい、からなんで、
ぜひ、四街道店来てね、はい、皆さん見ていただければと思います。お願いします。はい、ヤトさんかわいい。ありがとうございます。やった、圧力の髪の毛、カットや、告知を邪魔する店長わらわらタイミング学園中ってこんなにリーチ外れるっけってめっちゃ外れました ね、はい、私服の告知珍しいですね。そうですね、はい、はい、山脇店長さすが、少しでも長い時間リスナーに見てほしいんですよね。はい、ありがとうございます。あとウルトラセブンと同じ髪型だわ、やだ、それ面白い山脇店長、あっちゃんの罰ゲームの件、ツイッターアンケート頼む。これアンケートいらなくないですか。だってもう髪切るの決まってますから。髪切るか、髪切るかその他で、ね、コメント、なるほどね、もらいましょう。お願いします、コメントしてください、はいはい、退院来た、結局罰ゲームの行方は僕ですね。はい、はい、ということで、四街道店の放送は、来週もあります。1週間後の、土曜日に、放送ありますんで、ぜひ、ね、よかったら打ってほしい機種を入れていただけると、はい、ツイッターで放送でね、はい、打ってほしい機種を上げていただけると嬉しいと。もうニコ生とツイッターどんどん連動していくんで、うん、まあいいですね、はい、まあでもやっぱウルトラセブン中心の放送になるかなっていう気はしてますけど ね、来週はね、はい、なんで、ぜひその辺も皆さんよろしくお願いいたします。はい、ボールペン30秒、いやいやいや、 あれはね、拷問拷問、30秒きつい、ということで、本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、また次回の放送でお会いしましょう。さよなら、はい、おやすみなさーい。おやすみなさーい。